分野い、ふわいカーケン野生生物保護区は対、中部にある2つの野生動物保護区を合わせた地域の総称でユネスコの世界遺産に登録されている。手つかずの自然が広範囲で残っていることが評価され、世界遺産への登録が1991年4月になされた。以下の2つの大政府に指定された野生動物保護区からなる。管理者は、 農業共同省と王室森林局である。この地域への一般人の立ち入りは固く禁じられているため、観光はできないとされていたが、入域は可能である。近隣にもいくつかの立ち入り可能な国立公園が存在し、この地域の自然を体感することができる。この二つの野生動物保護区は、まずはじめに、トゥンイナレースワニ野生動物保護区が1972年に、 物歴2503年野生動物保護法の下、大政府によって野生動物保護区登録され、フワイカー県野生動物保護区が1974年、野生動物保護区が登録された。その後、この2つの地域を世界遺産に推薦する動きがあり、1991年4月、鈍哉、フワイカー県野生生物保護区として、正式に世界遺産に登録された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。これに対しユネスコは以下のようなコメントをつけている。地理的に起伏に富む美的で広大な領域が大きく残されている。東南アジア独特の生物の生態系を広大な範囲で非常に良い状態で残されている顕著な例。国際的に絶滅に瀕しているとされる種が28。 存在し、その他にも数多くの動物が住み、その多様性が稀である。ありがとうございます。